タイヤ派を扱う二人のマオリマオリの衣装をまとい、タイヤ派を構える手、乱ヒ広ア彫刻の施されたアレロと、ウポコタイヤ派は、マオリの武器。木、または、ゲイ骨製の武器で、三つに分類される、主要部分は、アレロと呼ばれる、防御、打撃部位となる穂先、ウポコと呼ばれるアレロの基部、そして全体に相当するあてもしくは、チナナと呼ばれる棒の部分である。チナナの先端も、打撃、 防御に用いる、平らな闘身状となっている。マオリの武術であるマウラガウには、他の武器と共にタイヤ派の用法も含まれている。他の武術と同様にタイヤ派に習熟しようとするものも、また、効果的に扱うために数年かけて、タイミング、バランス、身体の操り方を学ぶ。ェロとしても知られる、歓迎の儀式、ポーヒリで用いられることでも知られている。学校で、 マオリの文化を教える際に使用する数多くの道具の一つにタイヤ派は含まれている。カパハカの競技会やマオリ文化復興の一部である訓練風景においてタイヤ派が用いられている。ヨーロッパ人のニュージーランド到達により伝統的なマオリの武器は用いられる機会が減少した。タイヤ派のような武器はヨーロッパのマスケット銃に置き換えられ伝統武術を訓練する。 パラワカワイも共に消えていった。結果、多くのマオリの部族で伝統武術の知識は失われた。いくつかの部族は明らかな伝統を維持し、密かに選ばれた者に伝え続けた。1980年代のマオリ文化復興運動において伝統的な武器にも再び関心が寄せられ、修練も行われるようになった。再考されたのは、 伝統的な武器全体からすれば限られた範囲ではあるがマオリの伝統的な武器はマオリ文化の象徴として広がることとなった。これは1960年代末からの文化、復興運動の中で大きな位置を占めるものとなった。マオリの武器は作品と生き残っていた熟練者の間に残されているのみであった。ニュージーランド陸軍の紋章、チャールズ・ベネットの功績を称えて、 県の一方が、タイア派に変更された。A.B. タイア派。コレクションズオンライン。ニュージーランド国立博物館でパパトンガレは、2011年11月19日閲覧。A.B.C. マタムは、ランニマウラーカウ、マーリユーズオブウェイパンディ。テアラ、エンサイクロペディアオブニュージーランド、ニュージーランド文化遺産賞。2014年11月17日閲覧。ランガチラ、 ピタシャープレス。ニュージーランドオンスクリーン。NZ オンエアー。2011年11月19日。閲覧。コートオブアームス。ミニストリー・フォーカルチャーヘリテッジ。2011年11月19日。閲覧。ザ・アーミーバッジ。ニュージーランド陸軍。2011年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月12日。閲覧。 ベレ,レラ、アンジェラ、ベネット、チャールズ・モイヒテ・アラワカ。Dictionary of New Zealand Biography Ministry for Culture and Heritage 2011年12月1日。閲覧。ありがとうございます。